はいどうも、ショイテビです。岡村です。八王子レクスタリティの江頭です。はい、お願いします。はい、本日はですね、バッティング、いきたいと思います。で、最近僕、マジで打ちまくってます。まあ撮影とか結構、まあ YouTuber とみんな、試合とかするんですよ。で、この間向こうずに参加してちょこんって打った打球がめちゃめちゃ飛んできました。センターライナーで、センターオーバー。それを打てた理由とか、そのコツみたいのを今日は話して、まあ、バッティングって、まあ、かっこよさ大事じゃないですか。しかし、かっこよくても結果としてはかっこよくなるというのがあります、はい。まずそれをちょっとお伝えしていきたいと思います。まず最近、やっぱり、まあ、このバットは重要っす。ギガキング02は重要っす、はい。で、これ84の740なんですけど、まあ、これをこう、俺、昔はこう小指かけてガーン打ってますよ。ロンティで常に125は出すというぐらいなんですけど、試合でどうしても満振りして打てないんですよ。で、何考えてたかというと、まあ、ビヨンド複合バットなんで、当たりは絶対飛んでくるんですよ。なので、俺、こう、バットを2本分ぐらい短く持って、こう、当てるのに専念したんですよ。そしたら、勝手に飛んできます。それで結果が今、ぐんぐん上がって、で、これを今日ちょっと、まあ、軽く3球ずつぐらい打って、で、長く持つとさ、こうインパクトの瞬間さ、パッと回ってくるんだ、こうやって。で、ここ当てたいところに長いと当たるの遅くなるわけ。遅くなるっていうか、まあ普通だけど。で、できればボールをこう前で当てたい、こう変えるぐらいに当てれば結構飛んでいくんですよね、このここで打つより。だからちょっとパッと短く持つと微妙な差だよ。このここに到達するのがこの長いのより速いと、ちょっと速いんですよ、微妙に速いんですよ。それで、まあ、微妙な差だよ、本当に。もう軟式もさ、微妙な差でさ、打ち損じとかあるじゃないですか。それをなくすために、間違いなくちゃんと当てるために、ちょっと短く持つ、まあ、そこは、まあ、草野球人といえばやっぱね、満振りしてね、バコーン打って確信歩きした方がかっこいいと思うんですけど、あえてちょっと短く持ってコンパクトに打つことで、この複合パッドっていうこの機能を使って飛ばすと。はい、じゃあまずこれでちょっと打っていきます。まず、長い方から。よし、行こう。はい、あ、今のは長く打ちました。ちょっとこう回ってくるまで、当たる瞬間までこう長いじゃないですか。思いっきり振んなきゃ飛ばないんですよ、とりあえずね、うん。で、俺が言ってるのは短く持ってコンパクトに打つことで、別の力いらない、この力を使って打つと。でも早速やっちゃいます、短く持ちます。いきまーす。はい、全然力入ってないですよ。飛びますね。全然力入ってなくて、あ、当てに行っただけで、あの飛んでいきました。いきます。これ、これセンターオーバーです。この間今見たかな、今低かったじゃない、はい、あれでスーッと抜くんですよ。で、今のは線で入れたから、そのままこういう回転でスーッと抜くんですよ。今やってほしい。はい、お願いします。はい、そう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 、今の、はい、今のでいくと試合はこう来るじゃない。はい、これで反発っていうのが発生するじゃん。はい、もっと飛ぶ。今まで自分が振ってた感じで分回して、はい、いいよ。はっ、はい、OK。 いやいや何これ。いや、ちょっと茶番ですよ。はい、1、2、さっ、はい、来ました。はいはい、弾道がいいけど、これはアウトになります。はい、な、上から、そう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 、今はだっけ。今良かった、今良かった。あんま力入れずにインパクトの瞬間だけ押すと。で、しかも指2本分ぐらいちょっと短く持ってこのままバチンと、はい、します。で、ボール組んじゃん、こうやって。はい、そしたら点で打たずに、このラインで線で打つ。だ、上から、いや、こうじゃない、手首立てる、そう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 、立てる、それでこういう回転させる。はい、上から、あ、近い近い近い、これをもうちょい立てる、もうちょい、もうちょい、そう、
そう、そこそこいい感じ。で、もう一個大事なとこがあって、はい、目線がブレちゃダメ。だからちょっと広めにして、はい、ワイドにしないスタート広め、ワイド。この目線だけで、こう、あの、線でですよ。はい、はい、と、あ、乗ります。そうそうそう。今ので、試合でこうボール開くんじゃん、はい、それであれで打つと反発して持っていくから、この力は なくてさ、はい、ちょっと短く持ってダサい かもしれないけど、間違いなくミート力上がるの、はい、ミート力上がるし、そんな力入れずに打つだけで飛んでいくから、まあ、あの長く持つのかっこいいけどさ、あの打てない時、まずあの引き出しの一つとして、はい、ちょっと使ってほしいな、はい、と思います。はい、というわけでやってきましたけど、どうですか？そうですね、僕今ちょっと1割台でちょっと苦しんでるんですけど、苦しんでるのちょっとまあこれでアドバイスをいただけていい感触で、自分なりに打ってたので、うん、ちょっとまあ次の試合からやっていこうかなと思っております。なるほど、いいと思います。彼は、いや僕はもう、まあ、見ての通りパワーなんですよ、完全に。いやいやいや、そうや、僕も結構本当、まあ僕もまあ大振りしたりとか結構まあ飛ばすのが好きなんで大振りするんですけど、いや本当にこんなまあ当てるだけというか、本当にこうボールにこう向かっていくだけであれだけ伸びるんだなっていうのをやったら全然違いましたね。複合バットですから、いや強いし、いやあれよ、あのフォーム格好複合バットを使った場合だからね、はい、間違いなく金属だとまた別です。別、全然別。複合バットの、性能を生かしてやろうよっていう話、はい、で、もう言い忘れたんだけど、目線を変えないことが大事なので、はい、ちょっとワイドに足を開いて、これですり足で行くと目線がずれないから、さらに短く持ったプラス目線も変わらないから当たりやすくなる。いや、ショイテレビあと1500人ちょっとで、あと8000人いきます、登録者。もうちょっと、もうちょっと、ほんともうちょっとなんで、ちょっとお願いします。皆さん、僕らも応募しましょう。ぜひお願いします。はい、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、ご評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら、見ました、はい、これ、はい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ、男子用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラス、モンダナさんの、インスタ、貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したら、プレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。